俺は商店街の入り口付近にある公衆トイレまでメアリの様子を見に来た。だが周囲に彼女の姿はなかった。まだトイレの中にいるのかと思い、俺はその場で待つことにした。遅い。まさか先に帰ったんじゃねえだろうな。でも自転車でぐる来るぐらい遠い距離だからね。あのわがまま娘なら十分にありえる。ガキの頃にかくれんぼしてて結局見つけられずに飽きて帰っちまうタイプな気がするぜ。俺は頭をガシガシとかいてため息と共にスマホを取り出した。くそ、帰ってたら死刑だからな。映ってる口癖。通話ボタンを押しかける直前、少し離れた場所から声が聞こえてきた。しつこいわね、いい加減にしてよ。やっぱ絡まれてるじゃん、可愛いから。嫌な予感がした俺は声の聞こえた方に走った。だよね、ほっとかないよね、あんな可愛い、しかも路地裏に連れ込まれてる、危にゃい。そこは商店街から少し離れた場所にある路地裏で、人通りの少ない、少ない人通りのない袋小路だった。うーわ、柄が悪そうでございますね。そう、やめとか。道の奥でメアリは二人の男たちに絡まれていた。嘘だろお前、治安がどっかの学園都市並みになってるじゃねえか。何のネタだろう。なんであいつと関わるとこうトラブルめいたことが続くのか。二人の男は大学生ぐらいの年頃で、見るからにチャラそうで、やからっぽい感じだった。見る限りおそらく地元民じゃなく観光客だろう。なるほどね。さてどうするか。助けるしか選択肢はないですよ。颯爽と助けに入って何とかする。1、2、このまま背を向けて帰る。男としてダメだよそれは。回答なんて脳内に適当な選択肢が浮かんできたが、考えるまでもなかったわけで。あのちょっとすいません。俺は精一杯の、微笑みを顔面に貼り付けながら路地裏に足を踏み入れた。できるだけ相手を刺激しないようにした方が得策だろう。カイト、なんだお前、この女の連れが。こういう関係なんですよね。いやまあそんなとこです。すみません、何かご迷惑をおかけしちゃったみたいで。本当だ、急に飛び出していたせいで服にたこ焼きで台無しだぞ。服にたこ焼きで台無し。やべ、服にたこ焼きってパワーワードで思わず吹いてしまった。何笑っとんねん。ちょっと関西方面の方なんですね。いえすみません。っていうかナンパでもされてるのかと思いきや、当たり屋かよ。本当に絡まれてるだけじゃねえか。しかも原因お前かよ。俺はじとめでメアリをにらみつける。違うわよ、私はちゃんと謝ったのに付き合えとか急に言い出してきたのよ。別にいいだろ、何も恋人になれって言ってるわけじゃねえ。さ、少しこの辺り案内してくれればいいんだよ。じゃあセットで俺もついてきますからね。それでよければ。その後はどこ行くかわからんけどな。オプションでついてきます。要するに服が汚れたことにカコつけてナンパかよ。いや俺たちここ地元じゃないんで案内とか無理っす。苛立ちが言葉に乗っていたのか、乗っていたのが自分でも分かった。それは一瞬だった。一瞬目の前がチカチカして、その後めっちゃ腹が痛くなっていた。殴られちまった。気がついたら男の膝が波頭にめり込んでいた。お前なんかイラっとくんな。カイト、ちょっとあんたたちなんてことすんのよ。うるせえ。つえメアリタン。
俺をかぼうとしたメアリの手を、たこ焼き男が払いのけ、その拍子にトンボ玉のアクセサリーが腕から外れてしまった。なんか大切なもんっぽかったよね。これを探すためにここまで来たって確か言ってたしね。そんな大切なものが、トンボ玉は硬いアスファルトに落ち、ガラスだから割れるよね、砕けて散らばってしまった。その直後、メアリは呆然としながらそれを見つめていた。まるで彼女だけ時が止まってしまったかのように、その唖然とした佇まいが殴られた痛みすら一瞬忘れてしまうほど息苦しいものだった。どうしたんだろう、誰にもらった？カイト？なんか冷めちまった、行こうぜ。じゃあな。おい、弁償しろよ。その服なんかよりも何倍も高いぞ。おい、ヘラヘラ笑いながら二人の男たちはどこかへ行ってしまった。逃げやがった、あの野郎。いって、最悪だ。大丈夫なの？別に、医者に行くほどじゃない。ちょっといいとこにもらっただけだ。俺はよろめきながらも気力で立ち上がり、強がって笑ってみせた。ごめん、私。それよりも、いいの？トンボ玉。気にすんなって。ほら、俺らも行こうぜ。うん、でもちょっと待ってて。うん。メアリはその場に膝をつき、落としてしまったトンボ玉を集めていた。その半分はもう欠けてしまっており、透き通った綺麗なガラス細工は無残にもひびが広がり白く濁っている。メアリはそれをしばらくの間じっと見つめていた。帰ろ。なんだろうね。駐輪場に着くまでの間、俺たちはずっと無言だった。俺はそんな道すがら考えていた。思い出したの？この道を引き返す自然な理由をずっと考えていた。でも結局それは思い浮かばなかった。メアリん？これ渡しておく。自転車の鍵？貸してあげるの？ちょっとやぶよ思い出したから。もし30分経っても俺が戻らなかったら先に帰ってろ。うん。何しに行くの？トンボ玉探しに行くの？胸の奥から湧き上がってくるこの感情を俺は知っている。俺の周囲はいつだって平穏だった。ああして空が雲を流れていくように、ただ当たり前が繰り返される毎日だった。だから頭に来ることなんて本当に些細なことばかりだ。母ちゃんの小言がちょっとうるさいとか、そんなレベルのことしかない。それだって別にふて寝すれば忘れてしまうようなものだ。俺は今怒っている。いや、自分が思っているよりも俺は今冷静で少し違うのかもしれない。俺はきっとあいつのために怒ってやりたいんだ。大事そうなものだったもんね。なんだ、用があるっつうから来てみりゃまたここかよ。しかもあの女いねえじゃん。俺はまだ商店街でうろついていた二人を見つけ、適当な理由をつけて再び路地裏へと連れてきた。一体にはまずいですって。カイトさん、何も警戒せずについてきたところを見るに、俺は相当なめられているんだろう。何、達人なの？武道の。もしくはただの暇人か。何にせよ俺にとっては好都合だった。メアリはもう二度とあんたたちに会わせたくない。声が震えていたのが自分でも分かった。足もだ。地についていない感じがする。そりゃビビってるさ。生まれてこの方、
本気で他人と喧嘩したことなんか、喧嘩なんてしたことがない。それでも今さら逃げたくなかった。俺は空に掲げた人差し指を振り下ろし、力強く地面を指し示した。は？あんたたちはここで、さっきのことをあいつに謝れ。当のメアリはこの場にいない。だからこの行為に何の意味、この行為に意味なんてないのかもしれない。俺の自己満足だってのも分かってる。ふざけてんのか。何こいつ笑ける。いいから謝れ。ああもういいよ。気だるそうに首の後ろをボリボリと書いた男はそう口にした。その直後、男が放った拳で、頬を打ち抜かれ、その衝撃で俺の体が後ろに倒れた。さっき腹を蹴られた時とはまた別の痛みだ。骨のきしむような鋭い痛みと口の中に血の味が広がっていく不快感。殴られた後に心を、下げすんでいく、後悔と恐怖。蝕んでいく。最悪の気分だった。くだらん。二度と調子乗ったこと言うなよ、ガギ。最近は散々、もっぱらメアリに叩かれたり、してたけど、やっぱり女の子の細腕とまるで違う。ぶっちゃけ超痛い。立ち上がりたくない。あ、いや、あれ。俺は倒れたままかすれた声で言った。は？謝れ。うざってんだよ。謝りやがれ。あ、怪盗級やるときはやるじゃない。ちょっとそれはキュンだわ。やっちゃえやっちゃえ。驚いてやがるぜ。もう一人は、再び放たれた拳をかいくぐりながら、俺は男の、どてっぱらめがけて体当たりした。男の相方は俺の行動が想定外だったらしく、面食らったまま立ち尽くしている。ねえ、目見開いてますもん。話しやがれ。倒れてしばらくはもみ合いになっていた。やれやれやっちゃえ怪盗。しかし、やたらと暴れる男の肘鉄が俺の顎に、顎はね、もう頭クラクラ脳震盪しちゃうよね。またもう無様に倒れてしまった。これ無理だわ。タックルかました後も何度か殴り返せる機会は確かにあった。でも腕力がうんぬん以前に他人を殴れる気がしなかった。そうね、なかなか人を殴るってね、平手打ちはできるかもしれないけど、グーで殴るってなかなかできないですよね。それも勇気。マジでぶっ殺すぞバカ野郎。なあ、もう行こうぜ。相方の男は事態が大げさになってしまったことでひよったようだ。ふざけんな。ここまで舐められて終われるか。言いながら男は倒れたままでいる俺に近づいてきた。半殺しにしてやる。明らかに自分よりも弱い相手に倒されたことで男のプライドが傷ついたのだろう。畜生はやっぱり立つんじゃなかった。今でも痛くて泣きそうなのに、この上さらに殴られるのかよ。待てい、先輩の声。男らしい女だけどキュンチに。あ？なんて格好してんですか先輩それ。仮面ライダーにでもなったつもりか。お、自転車でやってきたのか。裏路地の入り口の方、入り口方面から声が聞こえた。それは聞き覚えのある女性で、姿を現したのは鳥のお面をかぶった怪しい人物だった。不審者ピピピって言われてもちょっとしょうがないね。九条の星が輝く影で悪の笑いがこだまする。島から島に泣く人の涙背負って世界の始末。
田舎旋風国会がお呼びとあらば即参上。決まった。ドンビーてるよちょっと。言葉もないってな。うーわ、なんかテンションおかしい人来ちゃったけど。誰だか知らんが邪魔すんじゃねえ。危な。その男が怪しい人物に突っ込んだかと思った矢先だった。突っ込んだ勢いのまま、おい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 、え、先輩めっちゃ強いの。突っ込んだ勢いのまま体がふわりと浮き上がった。そしてそのまま、切りもみ回転して地面に叩きつけられていた。柔道でもやってんのかな。何が起きたのか全く理解できず、次の瞬間やつもひょろい方も、次の瞬間にはもう一人の男も同様に回転しながら倒されていた。モンベ先輩めっちゃ強いじゃん。カイトキュンかっこ悪いぞ。怪しい、いやでもかっこよかった。さっきのあのね、立ち向かっていくシーンは。怪しいお面の人物もとい笹原先輩は、斬新とともに小さく息を吐いた。何やってんすか先輩。にゃっほっほっほ、さすがは草加くん、一目で見破られるとはな。そもそも隠す気ないだろ。そんなことよりなんだこの状況は。いきなり現れたかと思えば一瞬のうちに二人の輩を倒しちゃってんだけど。そんでいつの間にかあいつら逃げやがった。お決まりのセリフぐらい言ってから逃げろっつーの。覚えてろよ。ちょっと行きやがれ。肩を貸そうじゃないか。すみません。俺は差し出された先輩の、手を取り彼女にもたれかかるようにして立ち上がった。先輩って何か武術の心得とかあるんすか。合気道を少々ね。というか実家が道場だから。合気道か。なるほど、守る武術ですね。それから先輩は自分のことを少し話してくれた。先輩の亡くなったおじいちゃんが合気道の師匠で、夜行流、柔術とかいうのが、源流らしい。何それかっこいい。女だからと舐められないために幼い頃に叩き込まれたと言いながら笑っていた。かっこいいわ。それにしても意外だった。君はこういう無茶をしない男だと思っていたよ。いやーでもね、あの好きなね女の子があんな悲しい顔してたんでね、いても立ってもいられなかったんですよ先輩。そうですね、もっと冷めてるもんだと自分でも思ってました。それで何があったんだい。メアリがいつも腕につけてる腕輪があるじゃないですか。ああ、トンボ玉のアクセサリーしてたね。あの腕輪がメアリにとってどれほど大切なものだったのかは俺は知らない。でもあれが壊れた時、あいつ世界の終わりみたいな顔してたんですよ。そんなあいつの表情を見たらなんか無性に腹が立ってきて。そっか。先輩はたった一言だけでそう答えて微笑んでいた。もう全てを見通しですね。かっこいい。惚れるわ笹原先輩。メアリの待つ駐輪場に戻る途中。そういえばなんでここにいたんすか。なんでって、ここ私の地元だからね。家もすぐそこだよ。なるほど。先輩、大瀬でいいのかな、住んでたのか。いやそうじゃなくて。偶然だよ偶然だよ。私があの場に現れたのはメアリ、呼んだ。いやでもここに住んでるとか知らないだろうしね。本当に偶然なの。なんで2回行ったんですか。偶然じゃないよね明らかに。吹けてないですよ口笛。口笛吹けてねえし。まあ細かいことは気にしない。それじゃ私は帰るよ。今の口笛吹けない先輩めちゃくちゃ可愛かったんだけど。
強いけど不器用で可愛いすな。あ、ちょっとまだ話の途中って言っちゃったよ。神出鬼没な人だ。何か隠しているようだったけど、まあいいか。助かったしな。ありがとう先輩、何かおごりますんで。遅い、どんだけ待たせるのよ。やっぱじゃあメアリタンは事情知らないんだね。じゃあ笹原先輩はどうして駆けつけたんかな。メアリタンがね呼んだのかなとか一瞬思ったんだけど、まあここに先輩が住んでるってやっぱ知らないもんね。とっくに30分は過ぎていたのだが、メアリは駐輪場で待っていてくれた。帰っていていたでしょメアリタン、もう心配だったんだね。ただ待たせすぎたせいもあってご覧のありさまだ。いやだから先に帰ってろって言っただろ。いやよ、自転車漕ぐの疲れるじゃない。そういう理由じゃないでしょメアリタン、素直にられよ。帰りはほとんど下り坂だろどんだけ楽したいんだよ。本当は先に帰っていてほしかったんだけどな。結局あいつらに謝らせることもできなかった。そんでもって先輩に助けられる始末、ほんと情けないったらありゃしない。カイト、そのあ、ううん、なんでもない。なんだよ、気になんだろ。なんでもないってば。いや言えって。だからなんでもないって言ってるでしょ、わかるわよ。もう怒ってる。もうだいぶ前から怒ってますよねあなた。ほらほら早く帰るわよ。メアリはいつの間にか自転車の荷台に座り、サドルをバシバシ叩いて俺を呼んでいた。へいへい。いや、もう今回もいっぱい絵がスチルをありがとうございます。ちょっとサムネ迷っちゃうじゃん、青春だね、ヒューヒュー。俺はメアリを乗せて海沿いの公道を自転車で走っていた。いやーマジでいいな、こんな青春。私も田舎町に行けばこんな青春できたから。いや私のところも随分田舎だったわ。来るときはきつかった上り坂も、帰りは涼やかな風が心地いい。遠く見える夕焼けが水平線の彼方に沈もうとしている。海綺麗。メアリタンも綺麗だよ。だな。海原が夕日に照らされてキラキラと輝いている。それは見慣れた景色のはずだったが、改めて見ると確かに綺麗なものだった。カイトって将来の夢とかあるの？別に今んとこは何もないな。つまんない。そういう夢ありたんは？やりたいこととか言われても全然ピンとこないし。釣り好きなんでしょ？漁師になるってか？好きだけど漁師とかは絶対無理。朝めちゃめちゃ早いしまあ確かにな。趣味で楽しんでるからできることも、いざ仕事となったらできる気がしない。わかる。俺ずっと不思議だった。何が？社会に出ている大人たちは自分の夢をどれだけ叶えられているんだろう。ああなるほど。どこで夢を見つけてどこで諦めていくんだろうかって。ただ今を漠然と生きている俺にはそれがわからない。結局大人になっても漠然と生きているよ。この先高校や大学を卒業して、その途中で本当に自分のやりたいことが見つかるのだろうか。もし見つからなかったら、なんだっけやりたくもない仕事を何十年も続けて今と同じように適当な人生を歩むのか。そう考えると妙に心が冷えていった。バカね、そんなの人によりけりじゃない。まあそりゃそうだけど。そうだ、夢がないならとりあえず夢を探すことを夢にすればいいのよ。ポジティブ。それじゃあ今までとあまり変わらんような。だったら
悩めばいいじゃない。は？悩んで悩んで、それで少しでも興味が湧いたものに挑戦する。それでダメだったらどうするんだよ。そしたらメアリは俺が聞いたことのない優しい、声色でささやいた。また新しい夢を探すのさ。のさって何キャラだよ。命短し恋せよ乙女、そして少年よ、大志を抱け。いざ世界の果てまで我らは行かん。可愛いんだけど、すごくもう意味がわからんわ。つまりもっと飛ばしなさいってことよ。全力で坂を降ります。つい先ほどまで落ち込んでいたメアリがいつものテンションに戻っていた。本当は、から元気だった可能性もある。でもそんな風には見えなかった。メアリの声はそれほど明るくて、沈んでいた俺の心に響くものだったから。うっし、ご要望にお答えして飛ばすぞ。振り落とされんなよ。かわゆす。マイチューブ。はい、じゃあキリがいいから。久しぶりにカイトキュンのお部屋でございますね。はい。海産物日本代表とな。もうカイト自身が海産物かおーって感じなんですが、はい、ということでここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。あのトンボ玉はどんな意味があるんだろうね。はい、ではバイチー。